窓際に腰掛けて細い髪かき上げる少しよろめきながらタバコに火をつけて体を横に倒せば夜の色の中に映るあの人の遠い横顔言葉は一言も出ないなぜなのどうして二人さよならするの待っているの途切れ途切れて背を向けるのかしら私たち二人初めてのコーヒーショップ肩を並べて椅子につきそれから